刺激弱基性多能性獲得細胞は、動物の分化した細胞に弱酸性溶液に浸すなどの外的刺激を与えて、再び分化する能力を獲得させたとして発表された細胞である。この細胞をもたらす現象を刺激弱基性多能性獲得という。刺激弱基性多能性獲得細胞は、この現象の英語名から論文内での略称や一般の呼称としてはスタップ細胞と呼ばれる。同様に現象についてはスタップ現象、スタップ細胞に増殖能を持たせたものはスタップ幹細胞とされる。また、胎盤形成へ寄与できるものはファイ幹細胞と呼ばれる。2014年1月に小保方春子と笹井良樹らがチャールズ・バカンティや若山照彦と共同で発見したとして論文2本を学術雑誌ネイチャーに発表した。発表直後には生物学の常識を覆す大発見とされ、小保方が若い女性研究者であることもあって世間から大いに注目された。しかし論文発表直後から様々な疑義や不正が指摘され、7月2日に著者らはネイチャーの2本の論文を撤回した。その後も検証実験を続けていた理化学研究所は同年12月19日にスタップ現象の確認に至らなかったと報告し、実験打ち切りを発表。同25日に研究論文に関する調査委員会によって提出された調査報告書はスタップ細胞、スタップ幹細胞、ファイ幹細胞とされるサンプルはすべて ES 細胞の混入によって説明できるとし、スタップ論文はほぼすべて否定されたと結論付けられた。研究の着想は植物のほか動物の中でもイモリは傷つくなど外からの刺激をきっかけに万能細胞化して再生する。人を含めた哺乳類でも同様のことが考えられないかという素朴な疑問にあるとされた。小保方が大学院時代に留学したハーバード大学医学大学院のブリガム&ウィメンズ病院麻酔科教授のチャールズ・バカンティらは生体内に小型の細胞がごく少数存在し、これが休眠状態の多機能細胞ではないかとの仮説を唱えていた。小保方はこの研究室で組織細胞をガラスの細管に通して小型細胞を選別する実験を行った。この実験で小型の幹細胞は取り出せるが元の組織には幹細胞が観察されないこと、繰り返し細管に通すと少しずつ小型の幹細胞が出現することなどを知った。小保方は小さい細胞を取り出す操作をすると幹細胞が現れるのに操作しないと見られない。幹細胞を取り出しているのではなく操作によってできているという考えに至ったと話している。従来、遺伝子の導入などによらず、外的刺激を与えることのみで、動物細胞の分化した状態を無効にして初期化し、万能細胞にすることはできないとされていたため、スタップ細胞の発見は、生命科学の常識を覆す大発見とされ、細胞初期化原理の解明や医療への応用が期待された。ここで外的刺激とは細胞を、弱酸性溶液に短時間浸すというような簡単な処理であるとされた。論文で主張されているスタップ細胞、スタップ幹細胞の特徴を iPS 細胞の特徴と比較したもの。また、発表当初は iPS 細胞と比較したスタップ幹細胞の優位性についても強調された。しかし、iPS 細胞の発見者である山中伸弥により反論され、理化学研究所も誤解を招く表現があったとして、3月18日には当初の主張を撤回している。しかし、最初の会見時に記者に配布された解説図は iPS 細胞の樹立確率を 1% としており、これを牛が無理やり細胞を引きずる絵で表現しているのに対し、スタップ細胞の樹立については、魔法使いが簡単に高い確率で一瞬で、スタップ細胞を作った絵を用いており、誤解というよりは、明らかに iPS 細胞に対する優位性を主張していた。スタップ細胞は iPS 細胞とは異なり、体内での臓器再生と別の可能性があることが期待されていた。また、小保方は細胞初期化を制御する原理が解明できれば、細胞の状態を自在に操作可能な技術につながると語り、山中も初期化のメカニズムに迫るにあたって有用だとしていた。また、共著者の一人である、東京女子医科大学教授の大和正幸は、外的刺激による初期化は生物が生存のために環境に適応する進化的意味合いを持つとし、未知の生命現象が解決する可能性や生物学におけるインパクト、波及効果を指摘していた。スタップ細胞は胎児にも胎盤にもなれることから、多能性細胞を超える全能性細胞であるかもしれないと言われていた。もし人間でも作成できることができ、それが全能性を持っていた場合、子宮に移植することにより人間そのものができてしまう可能性があり、それに伴う倫理的問題が指摘された。チャールズ・バカンティは、マウスの胎盤にスタップ細胞と主張する細胞の細胞界を注入する実験を行い、胎児に育つことを期待したと言われている。現在はマウスでの研究段階であるが、もし人でも全能性を持つスタップ細胞が作れるとすれば完全なクローン人間を作れることになり、中絶反対派などとの論争が懸念された。また、生存中の人間と同じ遺伝子情報を持つ別の人間が存在してしまうことになるが、これは体細胞由来の iPS 細胞やクローン ES 細胞でも同様に起こり得る問題である。このような問題は、イギリスの科学雑誌、ニューサイオンティストを中心に取り上げられた。刺激によるスタップ細胞の生成症候群からは、まず未分化細胞で特異的に発現する OCT4 遺伝子の挙動を観察した。OCT4 プロモーターの下流に GFP 遺伝子配列をつないだコンストラクトをマウスに導入し、OCT4 の挙動が GFP の傾向によって可視化できるシステムを構築した。この OCT4、GFP マウスのリンパ球を使用し、細胞外環境を変えることによる細胞の初期化の状況を解析した。細いガラス管に通すという物理刺激を与えたり、毒素で細胞膜に穴を開けたり、飢餓状態にしたり、熱刺激を与えたりなど様々な方法を試した結果、酸性溶液による細胞刺激が最も有効であることを発見した。オボカタラの試行では、生後1週のマウス脾臓のリンパ球を pH5.7、摂氏37度の酸性溶液に25分浸して刺激を与え、B27 と多能性細胞の維持、増殖に必要な増殖因子である、白血病阻止因子を含むダメム、12倍値に移して培養する方法が、最も効率的にスタップ細胞を作成できた。スタップ細胞における多能性の検証次に、オボカタラは生きた細胞を長時間培養しながら顕微鏡で観察するライブイメージング法で7日間にわたって解析を行った。その結果、得られる未分化の細胞は分化したリンパ球が初期化されたものであり、試料に含まれていた未分化の細胞が酸処理を経て選択されたものではないことを示唆した。遺伝子解析を実施して、OCT4 陽性細胞を検証した結果、OCT4 陽性細胞の T 細胞受容体遺伝子にリンパ球 T 細胞が分化した時に生じる特徴的な遺伝子再構成である TCR 再構成が検出された。このことからOCT4 陽性細胞は T 細胞に一度分化したリンパ球由来の細胞を酸性溶液処理で初期化して得られたものであり、ミューズ細胞のような既存の多能性幹細胞が酸性溶液処理によって選択されたものではないことを検証した。また、この OCT4 陽性細胞は、OCT4 以外にも多能性細胞に特有の SOX2、SEA1、7といった遺伝子マーカーを発現していた。さらに OCT4 陽性細胞は3肺葉組織への分化能を持っていた。その後、オボカタラは脳、皮膚、骨格筋、脂肪組織、骨髄、肺、肝臓、心筋などの組織の細胞についても同様に処理し、いずれの組織の細胞からもスタップ細胞が産生されることを確認した。スタップ幹細胞、ファイ幹細胞の培養また、リフト、副腎皮質刺激ホルモンを含む媒値を用いることにより、多能性と自己複製能を合わせ持つ細胞株を得る方法が確立された。これがスタップ幹細胞と呼ばれるものである。スタップ幹細胞は胎盤組織への分化能を持たないが、スタップ細胞の培養条件を変え、栄養膜幹細胞の作成法と同様に FGF4 を含む媒地で長期間の接着培養することにより得られた幹細胞からは胎盤を誘導することができた。スタップ幹細胞には TCR 遺伝子再構成が認められなかった問題2014年1月30日発表のアーティクル論文では分種できたリンパ球系のスタップ細胞に TCR 遺伝子再構成が認められ培養条件を変えることによりそのスタップ細胞からスタップ幹細胞を樹立できたと報告し、体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発見したとしていた。しかし、プロトコルエクスチェンジの中で8クローンのスタップ幹細胞を調査したところ、いずれにおいても TCR 遺伝子再構成が認められなかったことが公表されたことにより、スタップ幹細胞が分化した体細胞に由来したと主張する証拠がないことが判明した。若山照彦はこのことについて、スタップ細胞ができた重要な証拠の一つである特定の遺伝子の変化について、論文発表前、研究チーム内では変化があると報告され、信じていたが、先週、理化学研究所が発表した文書の中では、変化はなかったと変わっていたとし、スタップ細胞の存在に確信がなくなったと述べた。3月10日、若山はこの矛盾をはじめとして、スタップ細胞が3肺葉組織への分化能を持つことを示す画像が博士論文と酷似していた事実を受けて、論文の撤回を呼びかけた。2014年6月10日、理化学研究所発生、再生科学総合研究センターの事故、点検検証委員会は、小保方春子、丹羽仁、笹井良樹が2014年1月30日のアーティクル論文発表の1年前の2013年1月時点でスタップ幹細胞に TCR 遺伝子再構成がなくなっていたという結果を共有していたが、スタップ幹細胞に TCR 遺伝子再構成がないことを記載せず、ネイチャーに発表していたことを報告した。公開遺伝子データ解析により、明らかにされた矛盾理化学研究所統合声明医科学研究センター上級研究員の遠藤孝夫は、小保方らのレター論文の発表に付随して、ウェブ上で公開されていたメッセンジャー RNA の配列データの一塩基多形を解析することにより、以下の結論を得、9月21日、日本分子生物学会の英文誌、ジーンズ2セルズ上で発表した。ドナーマウスとスタップ幹細胞の間の重大な矛盾論文撤回理由として以下の説明のつかない重大な矛盾があることが報告された。ドナーマウスとスタップ幹細胞では違う染色体に GFP 遺伝子が挿入されていた。また、その GFP 遺伝子はドナーマウスはホモ接合であるのにスタップ幹細胞はヘテロ接合であった。理化学研究所調査委員会最終報告2014年4月1日、理化学研究所は研究論文の疑義に関する調査最終報告を公表し、2項目について不正と認定した。アーティクル論文のフィギュア 1i に認められた切り割り。アーティクル論文のフィギュア 2d、2e と小保方の博士論文に使用された画像との間に認められた一致。論文の撤回とその理由画像や解析結果の誤りなどにより、7月2日にネイチャーに投稿された論文は、撤回に追い込まれ、スタップ現象全体の整合性を疑念なく語ることは、現在困難などの著者らのコメントも発表された。撤回理由は、調査委員会が調査した疑義や不正認定した2枚の画像に加え、1レター論文のキメラ胚の写真において、ES 細胞由来とスタップ細胞由来の写真が、共に、スタップ細胞由来のものであったことにアーティクル論文の2倍体キメラ胚の写真に、4倍体キメラ胚の別の写真が使用されていたこと、3デジタル画像処理によるものを、長時間露光と誤って記載していたこと、4レター論文のスタップ細胞と ES 細胞の図において、ラベルが逆になってしまっていたこと、5、ドナーマウスと報告されたスタップ幹細胞では、遺伝背景と遺伝子挿入部位に説明のつかない齟齬がある。の5点が挙げられている。理化学研究所研究論文に関する調査報告書2014年12月25日、理化学研究所は研究論文に関する調査報告書を公表し、以下のように結論した。スタップ幹細胞及びファイ幹細胞は ES 細胞由来である。スタップ細胞やスタップ幹細胞由来のキメラは ES 細胞由来である可能性が高い。スタップ細胞から作成されたテラトーマは ES 細胞に由来する可能性が高い。アーティクル論文Fig5C 及びFig2C のデータの捏造認定。理化学研究所によるプロトコル実験主義要旨に加え、理化学研究所は2014年3月5日により詳細な実験主義解説を公開した。なお、アーティクル論文とレター論文の取り下げに伴い、この実験主義解説も7月2日付で取り下げられている。このプロトコルエクスチェンジには単純に見えるが、細胞の処理と培養条件、さらに細胞個体群の選択に、とりわけ慎重さを要するという注意書があり、カリフォルニア大学デイビス校准教授のポール・ノフラーは、これはスタップ細胞は作るのが極めて難しいと同義だと指摘した。また、ウォール・ストリート・ジャーナル紙も、プロトコルエクスチェンジが元の論文と矛盾するとした。チャールズ・バカンティラによるプロトコルさらに同年3月20日には細いガラス管に通した後で弱酸性液に浸す改善版実験主義をチャールズ・バカンティラが公表した。これについてノフラーは作成効率や検証方法が書かれておらず筆者が誰かの明示がない。実際に作成できるかは疑問と指摘した。同年4月9日には、米国の幹細胞学者で、マサチューセッツ工科大学教授であるルドルフ・イエーニッシュが、スタップ細胞の作成法を今すぐ公開すべきだとし、基本の作成法がすでに4種類も存在するのは異常だと指摘した。なお、この実験主義について、チャールズ・バカンティと小島博士は、同年9月3日に、連名で、さらなる修正版を発表した。簡単に作成できるという発言を撤回し、ATP を加えることに言及している。論文が公開されるまでに、論文共著者の若山照彦は再現実験を山梨大学で数十回実施したが一度も成功しなかった。理化学研究所発生。また、ポール・ノフラーはウェブサイトにて、世界の研究者たちに呼びかけて、スタップ細胞作成の追試のデータを集め、2014年2月14日から2月19日に、間に様々な細胞で試行された10件の報告が寄せられた。その中には、追試に成功したという報告はない。マウス胎児線イメ細胞で追試を試み、多くの自家傾向が見られたと報告した、関西学院大学の関義行は、いくら詳細な手順が示されていると言っても、論文のデータの信頼性が失われた中では、再現に取り組みようがないと述べた。近畿大学では、リンパ球ではなく線維名細胞を対象として、約30回、細胞を酸に浸す実験に取り組んだ。細胞界が出現し、万能細胞特有の遺伝子が微弱に反応して、発光も見られたものの、発光には、緑色だけでなく赤色の光も含まれていた。発光は、視細胞の自家傾向で遺伝子の反応は極めて微弱で不十分なものであり、スタップ細胞の再現には至っていない。また、9月に発表されたバカンティプロトコルで言及された ATP を酸に追加することも試したが、失敗している。2014年4月1日、香港中文大学教授の李義美号は、チャールズ・バカンティ発表の実験主義に基づく追試において、対象実験として、腱輪のみを与えた細胞で予期しなかった多能性マーカーの発現を確認したが、多くの細胞が死んだことや、多能性マーカーの発現量が多能性細胞に比べて10分の1以下だったことから、細胞死に伴う無秩序な遺伝子発現による副産物であろうと論じ、スタップ細胞の一部の過程の再現との解釈に否定的な見解を示した。李は、腱輪のみの操作は難しくないので他の研究室でも試せないだろうか。個人的にはスタップ細胞は実在しないと考える。労力財力の無駄なので、これ以上の追試はしないと述べ、同グループは追試の結果を論文にまとめて、オンライン誌で発表した。理化学研究所発生、再生科学総合研究センター2014年4月以降、理化学研究所は、スタップ減少の検証チームを立ち上げた。チームは、相沢真一、丹羽仁を中心として、小保方は除外した形で構成され、翌年3月を期限として論文に報じられていた、プロトコルでのスタップ減少の再現を試みた。また、7月からは、これとは別に、小保方にも11月末を期限とした単独での検証実験を実施させた。同年8月27日の中間発表の段階では、論文に記載されているプロトコルでのスタップ細胞の出現を確認することはできなかった。同年12月19日、理化学研究所は、検証チーム、小保方のいずれもスタップ減少を再現できなかったとし、以下の検証結果を発表し、実験打ち切りを発表した。ありがとうございます。